鍵とお札を使います。鍵はいろんなものを開けることができます。例えば穴でさえも。ここで止まりました。この部分が大きいからです。けれども鍵は回すことで開けることができます。このように。そして鍵は閉じることもできます。こうすると穴も閉じました。